もベニマルでございます。オーセンティックヘンドリックスシリーズ4回にわたって紹介してまいりましたが、ラストは THW3 ユニバイブを紹介したいと思います。これまであった MXR のユニバイブがミニサイズ化した感じですね。ユニバイブって地味編が好きな人はよくねご存知のエフェクトだと思うんですけど、それ以外だとねあんまりピンとこない人が多いかもしれません。なんで今回はユニバイブのおすすめの使い方なんかを交えつつ GHW3 の紹介をしていきたいと思います。では早速音聞いてみましょう。ユニバイブってものすごく単純に言うとピッチを揺らすビブラートとフェイザーがね合体したようなペダルです。バイブスイッチによって全く異なる2種類の揺れを作ることができます。まずはバイブスイッチをオフにするとあっさり系のフェイザーっぽいサウンドが作れます。ちょっとピントがずれたような脱力感のある揺れが特徴的ですね。普通にフェイザーっぽく使ってもいいですし、ファズとかハードな歪みと組み合わせて使うとなかなかかっこいいサウンドが作れます。いわゆるロータリーサウンドというやつですね。これ結構個人的に好きでよく使うサウンドです。ここで一つ気をつけたいポイントが、ユニバイブを歪みの前に持ってくるか後に持ってくるかでサウンドがガラッと変わります。こんな感じで全く別物のサウンドになっちゃいます。個人的にはユニバイブの後に歪みを持ってきた方がそれらしいワイルドなサウンドになると思います。歪みをアンプだとみなすようなイメージですね。このサウンド、ギターソロとかリードで、一風変わった音を出したい時におすすめです。ではバイブスイッチをオンにすると音程が上下するビブラートっぽいモードになります。こんな感じで水中にいるみたいなうねうねサウンドを作ることができます。結構ね使いどころが難しいサウンドかなとは思うんですけど、例えばデプスを最大にしてスピードをゆっくりめにすると結構味のある揺れが作れます。一般的なコーラスよりも素朴な揺れになるので、こういうアルペジオとかでなんか物足りないなと言った時にユニバイブをかけてあげると深みが出るかなと思います。最後に手元にノーマルサイズのユニバイブがあったので、ミニサイズになってね音が変わってるのかどうかチェックしてみたいと思います。
ょっとだけミニサイズの方が音が明るい感じがしますね。この古い方のユニバイブ、以前から音が結構丸いなと思ってたので、今回ちっちゃくなったついでに音が明るくなって結構良かったかなと思います。そしてやっぱりユニバイブとかってどの曲でも使うっていうエフェクトではないので、ミニサイズであんまり場所を取らないっていうのはね、かなり大事なポイントだと思います。ということで JHW3、そして地味編シリーズ4種類を紹介してまいりました。こういったシリーズってね、パトミ地味編大好きな人向けのエフェクターなんでしょうと、そういうね、印象を持っちゃうかなと思うんですけど、実際はクラシックなエフェクターをベースにスイッチとかトーンが追加されたりしてて、普通にいろんな人が使いやすいシリーズになってるなと思います。特に JHW1 と JHW4 は、他のファズフェイスタイプのペダルと比べてかなり使い勝手が良くなってるので、ファズどっから手つけていいかわからんぞという人にね、かなりおすすめだと思います。という感じで4回に分けて紹介してまいりましたが、地味編シリーズこれにて終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。